藤ヶ谷太輔です。京本大我です。テレビ朝日系ハマる男に蹴りたい女が1月14日よりスタートします。放送は毎週土曜23時からです。ぜひご覧ください。さあ、そして主題歌はキスマイフット2のレモンパイとなっておりますので、ドラマと合わせてお楽しみください。はい、演じられた役柄、僕はあの設楽浩一という役で、まあ、元エリートですね。そうですね、がそのまあ仕事と家庭とがまあ両方とも終了っていう感じで、ね、失っちゃうんですよ。ある時からそこからまあひょんのことから下宿の管理人になるという役で、管理人になってまあこき使われてるという、すごいっすよね、立場がねガッと変わるっていう役を演じてますけど、でその僕の役のだからライバルかな、恋敵みたいな感じで、僕が香取俊という役をやらさせていただいてるんですけれども、あの西島いつかという、ヒロインを取り合うということで、僕はそのヒロインの同期なので、ちょっとそこは一歩リードしてる感じなんですけれども、ここがどうなっていくかみたいな感じですよね。そうね、さあ10年ぶりね共演ですけど、なんか実際10年前とは違いを感じたことはありましたかと、俺は特にないけどね、どうなんだろう。まあ僕もなんかいい意味でないですね、その、あの例えばじゃあ10年経って僕もあれからデビューさせていただいたりとかして、環境はね、環境は変わるけど、変わったんですけど、なんか藤ヶ谷君とご一緒させてもらうと、当時の会話のノリとかそのままというか、空気感がそうね、同じようにこう楽しく話させてもらってるんで、でもだから、強いてその言うと、だからあんまりまだ今この現段階では共演シーンがそんなにないんですよ。あ、そうですね、まだ、はい、ということはきっと多分お互いこう、ありがたいことにお仕事をさせていただいて、こう忙しいからなかなかスケジュールも合わないし、スケジュールあったら短い時間でバーッとやるので、詰め込んでわーっと、そういう意味で言うとなんかね、そういうお仕事とかなんかそういうスケジュール感みたいなのは変わったかもしれないですけど、なんか気持ち的には何も、距離感的にもね。さあ3つ目、人生の沼にはまった元エリート管理人主人公の本作ですけども、最近お二人がプライベートでハマったということやもの、わかる？ハマったもの？僕あのちっちゃいことでいいですか？いいよ。あのその最近やってたライブの、あのケータリングさんが、こうお菓子セットみたいなのを用意してくれてるんですけど、その中になんかこう砂糖がこうついてるちっちゃいドーナツ、え、なんだろう、あの一個ずつ個装っていうんですかね、あのされてるちっちゃい、なんか駄菓子屋とかに売ってるような、へこうちょっとあのドーナツがあって、それがめちゃくちゃ美味しくて、たまにあるよね、はい、で、なんだろうこれと思って食べたらめっちゃうまい、そうです、めっちゃうまくて、で、そのカゴの中だと2個ぐらいしかなかったんですよ、なんで僕そこのドーナツどっちも食べちゃったんで、あのケータリングさんのとこ行って、あのもうちょっとあったら欲しいですって言ったら、もうあの樽に入れてくるぐらいの勢いのドーナツが僕のテーブルの上に置いてあって、それ全部持って帰って今夜な夜な毎日食べてるんですよ。いいよね、なんかそこで知るお菓子とかね、そうなんですよ、知るものあるから、めちゃくちゃ美味しくて、あります、ね、俺はね、あの、やっぱ正月になってあのお雑煮を食べたんですけど、だからお雑煮好きなのよ。あ、そうなんですか。そうだからなんかお正月だけじゃなくて、え、普段も、昨日も食べた、昨日も食べたんですか、なかなかいないじゃないですかそういう方ね。だって別にお正月だけじゃなくてもいいじゃない、確かにいつでも作れますしね。うちは鶏肉が入ってたり、大根、人参、あと水菜、栄養満点だ、柚子、うわ、めちゃくちゃ栄養ありますね。かまぼこ自分で作られるんですか。あ、そう、自分も作るし、あと正月はあの、家族とか親戚は集まって、そう、俺の家に来てそこで母が作ってくれたりとかするし、いいっすね。どういうお雑煮？僕は、多分関西風なんですかね、もしかしたら、両親が関西なんで、だから、だしですね。あの、なんか入ってる、なんかもうちょっと欲しかったなっていう、あの、かまぼこ、かまぼこ、と、一緒じゃない、あ、本当ですか、かまぼこと同じですかね、かまぼこと餅、餅、うちはあと、だけです、それだけです。かまぼこと餅だね、はい、あ、そうなんだ。人参とか入ってる、入ってないですね、僕。あの、ドーナツは、ドーナツも入れたいですね、次から、まだまだいっぱい残ってるんで、はい。さあ最後にこんなところ見てほしいというポイントを含めファンの方へメッセージお願いしますということで、そうですね、僕だから本当にラブコメって久しぶり、11年ぶりぐらいなので、なんかラブコメ藤ヶ谷頑張ってなっていうところを見ていただきたいですし、あとは何といってもね、ここの久しぶりの共演もファンの皆様こう楽しんでいただけるんじゃないのかなというのと、あとはこう、ラブの部分ももちろん大事ですけど、なんか今のこのなんか会社とか、その今の
なんかチームリーダーとはとかっていうことも、うん、作品の中に入ってますので、そういった面も注目していただければなというふうに思ってます。さあタイガー、はい、僕はですね、うん、まあ、やっぱり僕も初めてラブコメだったりとか、うん、でライバル役も初めてだったりするので、うん、まあ、そういうちょっとそういう初めてのことありつつも初々、うん、しくないように頑張ってますんで、そこをちょっと見てほしいのと、あとやっぱ作品としてもどん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 後半になるにつれてどんどん盛り上がっていくじゃないですか。でそりゃそうでしょ、だって、まあ、後半になってなんか盛り下がってたらあんまりまあそんなドラマなかなかないですね。ないよね。いや、まあ、そうですね、一番良かったんだよね。なんかこう、うん、まさかな展開がどんどん起きるドラマだと思うんですよ。例えば、え、言っていいんですか言っちゃダメですよね。ヒントじゃない、ヒント。あ、じゃあこの人がみんなそういうもん。あ、じゃあこの人がここにみたいな、例えばどうですかこれ。どういうことですか。この人は広すぎ、広すぎる。え、だから例えばじゃあ、うん、香取駿が、うんうん、こう会社の同期としての、うん、登場してた香取駿が、うん、ここにみたいな。ああ、例えばもうこれ分かったと思う、ね、分かっちゃってますよね、もう、うん、はい、なんかそういう感じでなんかこうまさかの展開がいっぱいあるんで、毎週あるね、なんか、はい、確かにね、そこはもうマンネリ化しないみたいな、こう退屈しないですよねこうドラマとして、はい、ね、はい、どん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 面白い要素が、あ、はい、そうね、なんか、あ、そういう現場があったの退屈だな、いや、そういうことじゃないですよ。後半になって盛り下がるな、そんなことじゃないですけど、マンネリ化してるなって、マンネリ化してるはちょっと語弊ありましたね。そういう現場があったってこと、ね、はい、いや、現場なかったですよ。僕はそういう現場今までなかったですやばいっすね、俺終わっちゃいました。以上、藤ヶ谷大輔と、あ、すいません、京本大輝でした。よろしくお願いします。